金広とアウドラムのペギとトゥースギターの渡辺とトゥースサウディアタックベースの楽しんでーす。はい、我々グッドモーニングアメリカなんですけども、はい、5月の6日にニューシングル背景ザツスラ、こちらをリリースさせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回この、楽曲なんですけども、なんとドラゴンボール界の、はい、ドラゴンボールですよ、ドラゴンボール界の、はい、なんとエンディングテーマとなっております。ありがとうございます。はい、パックパックね、はい、で、この話をいただいてから楽曲を作りましたのでダッシュ、はい、で、ドラゴンボールといえばスーパーサイヤ人で、スーパーサイヤ人といえば、パッと思い浮かんだのが、うんうん、ニーチェのザーツストラパッカサリキの、出てくる超人というワードが出てきましたので、なるほど、はい、なるほど、それとスーパーサイヤ人をかけたっていう話ですかね、はい、なるほど、はい、まして、それで、この現代社会でこう超人みたいにね、極論できるのかっこいいなと思いつつも、なかなかそういうのは生きられないというような、うん、そういう悩みを抱えた、人間を描いた楽曲となっております。なるほどですね。でこちらミュージックビデオも撮ったんですけど、ね、あ、撮りましたね、はい、はい、ミュージックビデオも完成いたしました、はい、僕ら4人が巨大 LED パネルの前で演奏しているミュージックビデオなんですけれども、はい、その背後の巨大 LED パネルには楽曲の世界観、うん、歌詞の世界観などが投影されていて、とても見応えのあるかっこいいミュージックビデオになっていますので、うん、ぜひチェックしてください、うん、そして、今後の活動なんですけれども、うん、そのシングルをもって全国7カ所ワンマンツアー行かせてもらいます、詳細などはぜひホームページチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということでいつもの感じで締めさせていただきます。ということで、オリコンスタイルの皆さん、今後もよろしくお願いします。